2月7日川崎市の宮前市民館大ホールで第21回幸せを呼ぶコンサートが開かれました。障害のある人もない人も集まり、音楽を通して理解を深め合うことを目的に行われているコンサートです。4年ぶりの開催となった今年のステージには南明子宮前区長も参加しました。最初に宮前障害者施設作業所連絡会のメンバーが日々練習を重ねてきた合唱を披露しました。ゲストの演奏家と一緒にベートーベンの交響曲第9番を言語で合唱するなど迫力のある歌声を響かせました。で続けていけばきっと世の中がね、だんだんそういう優しい思いやりのある社会になっていくんじゃないかということで、地域からやっぱり広がっていくという、でいずれ芽が出てと継続してやっていくということを目指していきますから、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。後半にはゲストによるオペラの名曲などが披露されたほか、客席の人も参加し全員で合唱を行いました。すべて良かったです。よくみんなその言語でよくこれだけ努力したなとよく感じました。